皆さん、おはようございます。マーティン、ダーのミヤクーボーイ、キングタクです。23歳でも、あの企画行きたいと思います。キングタクの B リーグ、今日はプロテスト、まっただ中ですが、えー、私、今後 P リーグで出てほしい選手、もしくは P リーグ発掘プロジェクトで、から出てほしい選手、ま二、あ、2021年シーズンはまあいいとして、2022年来年頃出て、デビューしてほしい選手、 何人か言います。結城リりなさん一番は、ゆりぽんさんですね。結城リりなさん、これねす、すんごいですね、もう活躍ぶりがもう。YouTuber でもあり、もう本当にすんごいボーイング選手。まあ、ボーイング選手どこも YouTuber ですけども、すごさはやっぱり、破壊力が本当にすごく驚きました。はい。岩渕もやかさんは、まあ、これからですね、DVD でもたびたび出てましたね。はい。たびたび。あと、水野彩香さんですね。あの、愛嬌ボーイ所属の。 うん。ええー。やっぱり、この方も出てほしいっすね。確か、水野さん、まあ、父親と、あと、お兄さんもいましたね。はい。イケメンの、はい。あの、いずれもプロボーラーですね。すんごいですね。この一家の揃って。ハイスペックがある2世ですね。はい。これは、いいと思いマーティンでございます。続いて、落ちマナですね。やっぱり、落ちマナ選手も呼んでほしいですね。P リーグ。 プロから、はい。うんうん。すごいね。あとはまあ、プロから呼ばれ、呼んでほしい。ああ。プロからね、うん。三浦美里選手と小久保美紀選手も、P リーグ出てほしいですね。あの、ライブだけャラクゲーム配信もやってるボーラーですね、確か。ゲーム配信もちろん見ました、はい。本当に感謝しています。あとはまあ、 うごたにゆみさん、あの、マージャン、やりながらボーリングしてますね、はい。最速マーメイド、これ、ーリーグ、素敵キャッチウェイズ、いいですね、はい。一番いいと思います、はい。これで優勝できる、狙えると考えられます、はい。最速マーメイド、いいですね、うごたにゆみさん。あとは、まあ、野球系ボーラー、あー、メイチュン、いいですね、メイチュン。ーリーグに出てほしいですね、メイチュンさん。 私、YouTube ライ,ライブでメイク呼ばれました。いろいろと。ありがとうございます。大ファンです。はい。テレビでもやってましたし、あの、キャッチャーもすんごいですよ、もう。おれって、そういう感じ。こういう感じですね。こう、撮った後、おれって、こういう気合が入ったキャッチャー。いいですね。ボーリングもやってても、まさに二刀流ですね。大谷翔平さんですね。はい。ビークライ大谷さんですね。はい。他に考える 出てほしい人、うん。ボーリング得意な人で、向こう図も出てほしいです、女子。誰か。花香さん出てほしいですね。あとは渡辺里夫さんとか、入江七海さん。ナショナル時代か入江七海さんとか谷原ミックス選手。あとはまあ、石本選手。まあ、その他いっぱいいますけども。 ナショナルズチームから久しぶりに出てほしい人いっぱいおりまして、願ってます。はい。ナショナルチームです。アマチュアの、はい。プロではないです。アマチュアの選手。どんどん出てほしいです。P リーグの番組に。はい。ただし、リモートマッチなのでご注意を場所は東京の浅草の、えー、向こう島にあるんです。はい。というわけで、私が、 選ぶ。来年以降ぜひ B リーグに出てほしい選手でした。バイバイ。